今年は一足早くあの季節がやってくる。もう鼻水くしゃみですね。くしゃみが出すぎてちょっと熱っぽい症状とかも出たりするので、今や日本人の2人に1人が症状を訴え、国民病とも言われる花粉症。経済損失は日本全体で1日2200億円以上に上るとの試算もある。国民の皆さんの安心安全の確保に向け、花粉症対策を強力に進めます。政府も本腰を入れて取り組む姿勢を見せた花粉症対策だが、関西エリアですと早ければ2月上旬から多い飛散量になる。あまり油断はされない方がいいかなと思います。ある日突然発症する花粉症、今日からできる身近な対策と花粉症撲滅に向けた最新の動きを撃墜した。花粉症を防ぎ重症化しないために大切なのが家の中の対策だ。家の中の花粉が多い場所なんですけれども、この玄関が多い場所の一つになります。最初のポイントは家の中に花粉を持ち込まないこと。こういう粘着性のローラーを使いまして花粉を取ってしまう。玄関に入る前のところですね、そこで取っていただければ一番いいかと思います。さらに花粉が家の中に溜まりやすい場所なのですが、それがこちらになります。これ窓際ですね。換気や洗濯物を取り込んだ際、花粉がカーテンに付着し床に落ちている。横から光を当てると一目瞭然、窓際の床は要注意だ。そして見逃しがちなのがこの場所。実は意外かもしれませんが、こういう洗面所、要するに服を脱ぐ場所、こういうところでも花粉というのはたくさん落ちています。服についた花粉が溜まっている脱衣所の床も掃除をする際のポイントだ。花粉もホコリとかと一緒で強い風があると舞い上がってしまいます。なので舞い上げないようにゆっくりと掃除をすることが大事になります。続いては花粉対策としてこういう空気清浄機使われている方いると思うんですが、ここに置いてるんじゃなくて、実はこちらに置いていただく方がいいんです。なぜこちらに置かれるんですか？はい、これなんですけれども、そちら見ていただくとエアコンがあります。でエアコンの送風した風が当たる先に置いていただくことによって、空気中のホコリであったり花粉であったりとか空気清浄機にキャッチすることができるんですね。杉の木から花粉をなくす、そんな画期的な対策が進められている。取材班が訪れたのは埼玉県にある試験場。だいたい米粒ぐらいの雄花がこの一個一個にだいたい花粉が30万とか40万ぐらい入ってるんですね。ある薬剤を散布すると花粉が飛ばなくなるという。これがその花粉飛散防止剤の原液です。雄花だけ落とすような花粉飛散防止剤、食品添加物あるいは化粧品にも使われるような、食べても塗っても大丈夫なものを使ってこう花粉を抑制するような研究をずっとやってきていて、散布すると雄花だけが茶色く変色して枯れ、花粉が飛ばなくなる。最初花粉が飛ばなくなるようにいろんなネバネバしたものをいろいろかけてみようということで、いわゆる植物油をかけると雄花だけうまく枯れることが分かって、これ面白いなっていうことで、それから30年ちょっとやってる感じですね。この試験場では杉の木1本あたり散布に必要な時間はわずか1秒。これだけで効果は1年続くという。しかし1時間50万円以上するヘリコプターの費用が普及に向けての大きな課題だ。
こちら花粉がおよそ 1% しか含まれていない杉が和歌山県で育てられています。林野庁は今そもそも花粉が出ない品種に植え替える計画を進めている。圧倒的な違いはですね、花粉の量になります。で、従来の花粉の量を100としたときに、小花粉の場合だと1% 程度。花粉の少ない小花粉杉は現在和歌山県内だけでも17品種あり、すでに2万本以上が実際に植樹された。さらに花粉症患者の救世主として期待されているのが無花粉杉だ。花粉を放出する雄花の断面を顕微鏡で見てみると、一般の杉には丸い粒状の花粉が大量にあるのに対し、無花粉杉は花粉が全く見当たらない。およそ32年前に富山県の神社で発見された無花粉杉は、今林業に適した品種の開発が進められている。杉という木は切って使う必要があるので、使える強度のある無花粉杉を見つけるというために強度を測定しています。センサーの間の信号が通るスピードを測って、それが木材の強度と関係しているので、これで簡易にこの木材の強度が判定できます。木材として本当に使えるものでないと、無花粉杉をいくら植えてもただの木を植えているということになります。日本中の杉が小花粉や無花粉になれば花粉症は激減するはずだが、林業が衰退した現在のペースでは全て植え替えるのに700年かかる計算だ。花粉症の対策として国が推奨している舌下免疫療法、スギ花粉のアレルギー原因物質を含んだ治療薬を毎日服用し、3年から5年かけてアレルギー反応を弱めていく。花粉症に1回なってしまうと、もう治るっていうことが基本的にないんですけど、その舌下免疫療法に関しては根本的に治療ができるんじゃないかということで、非常に進められている治療で、毎年ひどい方とか、薬をずっと飲まないといけない方にはお勧めしてます。近畿では今年1週間後の2月上旬にも杉花粉のピークを迎える見通しだ。暖冬と去年の夏の猛暑が原因で、例年よりも早く飛散量も増えると見られている。誰もが発症する可能性がある花粉症、重症化しないためにも早めの対策が必要だ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。